から逆にこうやって呼んでって言ってほしいもん。もう、うん、まあみんなニックネームにしてますけどね基本。あいつもなんかあだ名つけてくださいが本当にどうしていいか分かんなくて、いつもセンスないからちょっとごめんなさいって言ったりしたこともありますし、結構あやっちまったなって、お話し会でまあやっちまったなって思う時の瞬間ってマジそういう時が多いですね。あパッといけねえ、ごめん、ほんとごめん、ごめん出てこない、ごめんって終わったりすること多い。マジで本当に申し訳ない、どうしようってなるから、断ればって、ああそう、センスないから違うメンバーに聞いてみてって言ったこともある人任せそう、ってそう、難しい、やだなって、ちょっと難しい、うん、どういう、そう、どこでどうつけていいか分かんないから、そのうん、ある程度来てる人でも、あうんそう、うん、もう、うん、難しい、まあまあある程度来てる人って時点でもう名前決まってるんですけどね逆に変えられても覚えられないっていうか、もう染み込んでるものがあると、じゃ逆にあだ名つけたのに全然読めないとかはあるけど、うん、つけたことある方も多分いるとは思うんですけど、います、います、でもいいのって思っちゃう、逆にこれで読んでって言われる方が、そう私もありがたいけどあだ名ってなんかすごい責任重大な気がして、そんなことないよって言わないでね、そう責任重大なんです私にとっては、なんか責任が感じるから、どうしようって構えてしまうから、本当にあんまりいいですあんまり、そう、それに10秒は使わないようにしよう、だからなんなんて呼んでくださいって自己紹介してくれる方がなんかオッケーってなる。そうそうそう。うん。誰がうまいのかな。ね、誰がうまいかな。あだな。花道の敵味方関係なくつけるあだ名の先生、あ確かにね、花道は確かにそうかもしれないゴリって私も呼んでるしね、赤木何なのか分かんないもん、下の名前申し訳ないけどゴリだもんね私の中では確かに今もうね、今70は行きました多分、あれ昨日の夜見たやつ70だった気がする、71まで行ったかな、とにかくゴリがまだ調子がね出てなくて心配なとこです今。はい、竹のりさんですか、竹のりよりもゴリの方が全然やっぱ強いからな、そうだね、うーん、あと何話あるんかな、30話です頑張ってみます、そしてそう明日が私お正月休みです、やったー、明日は配信しません、休みです、なのでメイクもしません、メイクブラシ、メイクポーチとかその辺を全部きれいにしようと思って、そういう時はもうメイクしないです、はい、だから明日は配信ないです、これ 100% 保証します、ないです、はい、めっちゃオフ、めっちゃオフです、はい、何もしませんメールはします、メールはします、たまに本当に全くもって何もしてない時ってマジでメール送って何送ることを考えてしまういやメール送りたいって気持ち毎日あって、本当に毎日絶対にメール送ろうって、今んとこ毎日遅れてる今年は、でも本当にたまに何にも本当に何にもしてない日とかがあって、本当に何を送っていいのか本当にわからない時がある、
これは本当にメンバーは分かると思う、この本当にこの送りたいけど何をしたらなんて書いたらいいんだってぐらい、ごめん本当今日何も全くもって無だった、今日は無でしたって書くのもちょっと違うし、文章を送りたい私はメールで、でも文章が思い浮かばない、もう本当にそういう時があるんです、何でも嬉しいですって書いてある、いやでも本当になんて書いていい、なんて言ったらいいのか、今日一日を私は、なんとまとめる私はっていう日が本当にあって、申し訳ない本当に申し訳ないと思う、でもたまにだから時間来てもう時間切れだってなってることもあるんですよ、ね、それをなんか今年はね頑張りたい、マジでそういう日を作りたくない、私が充実した日々を過ごしたいっていうのはそういうことなんです、あのそういうもう言いたいことがいっぱいなメールとかで伝えたいことがいっぱいあるよっていうような状態にしておきたいよね、本当にそう思います、うん、あ、まあね確かに今日本日のことじゃなくてあーなるほどね、もうそこすら赤裸々に語ってくと、今日は無でした、特に何もしてませんでした、すいませんって言うね、確かにね、まあなんかそういう日をね否定したいわけではないんです、そういう日があってもいいよねって私のとこ私は思ってるからそういう日過ごしたりしちゃうんですけど、でもまあなんかなんとなく何か一日今日はこういうことしたなってこう振り返れるような一日にしたいなっていう気持ちもあってですね、まあ、気持ちがいっぱいあるんですよ、そうでもまあそういう日になってもめげずにメール送ることはやっぱ大事ですよね、素直な気持ち、そうそうそう、たまに嘘ついてしまいそうになるから本当に書くことなさすぎて、もう過去の写真とか持ってきてうーんってやろうかなって思ったりするんですけど、やめますねさすがに、まあ、嘘だからなってこれは今日食べましたとか言って、いや嘘だからこれ一昨日食べたやつ写真はあるけど、そうそうそう、それはちょっとやっぱ良くないなっていう、そうでも今日のメールどうしようみたいな、マジで本当にね、本当にそうなの、でも今はなんか解決したよ、みんながそう言ってくれて嬉しい、解決した、いいんだ、無ですって送っていいんだ、今日の私が伝えるに無だったら無でもいいんだあ、そうオッケー、じゃあちゃんと送ろう、今日は特に何もしませんでしたとか、本当にマジ何もしない日とか本当にあるんです、もうずっと座ってたりとか、うん、無で来てもいいって本当？じゃあ本当にそうするよ、本当にそう送った時に何も言わないでください、よじゃんそうだったんだなって受け入れてくださいよそしたらなるほどね、なんかしら連絡がある方がいいと、 OK解決、ありがとう。分かった分かった。ありがとう。そう言ってもらえるととっても送りやすくなった。そう。で一時期マジで写真がなくて送れない時もあった。私なんとなくメールに絶対1枚か2枚写真を添えるっていうのをなんかほとんどほぼ。でもなんか年末送らず写真載せずに送ったメールもある気もするんだけど、なんか基本的にずっと昔からそういうメールなんです、なんかそのスタイルでやってて、本当にメールが始まった頃から写真を1枚か2枚、うんうん、そうだから写真撮らなきゃって思ってたんですけど、まそうコロナ禍とか本当に厳しかったんです、あのそうなんか自分の自撮りばっか送ってもなと思って、もう写真がないわけずっと、うん、でずっと実家にいたりすると本当に撮るものももうこう家のさ限られた敷地でしかないし、そうだからめちゃめちゃメール書くのなんてかどうしようかなって、うん、いうくらいね、そう自撮りね、自撮り最近またさらにしなくなって、昔から全然しないんですけど、いや嘘、昔はよくしてたんですけど最近あんまり、今日も全然してなくて自撮り、インスタに1枚ストーリーに載せたんですけど
あれと2枚くらいしか撮ってないです今日自撮り。全然自撮ってないやないかいっていう。最近たどりしてもらうことが多くて、そうインスタの投稿で載せた写真はハルピョンに撮ってもらいました。ピョンピョン、そうハルピョンに撮ってもらいました。そうなの、自撮りしなきゃだよねって思う。私も思う、うん、自撮り しようと思う。ピョンちゃん上手だって。もうね、みんなピョンちゃんが撮ってくれました。あれは、はい、あえねちゃんが撮ってくれたやつもあるの。それも載せたいんだけど、でもなんか一緒だから、一緒だからっていうか、うん、ここは一緒だからさ、作品としては違うけど、だからそれはツイッターかなんかに載せようかな、もう一個の方、あえねちゃんの、うん、メンバーとは写真撮ります。でもなんか自分の写真は最近本当に少ない。自撮りだから頑張ります、自撮り頑張りますけど、自撮りが好きなんだ本当。なんかたどりが好きって聞いたんだけど違った。あ、たどりも自撮りも両方ってこと。どっちがいいんだろう。なんか最近そうだから、たどりばっかしてもらってる、なんとなく、うん、ね、自撮りは好きだけどたどりは大好きってことは、たどりの方が好きじゃんやっぱり。やっぱりそうじゃない。なるほど、うん、うん、まあじゃあ、まあ、自撮りしますか自撮り頑張ります。じゃあ自撮りいっぱいしよう。メイクした日は自撮りしようってぐらいしよう。本当にしてない、本当に足りてないね。どういう表情したらいいんだっけって、なんか最近もう自撮りの時の顔の作り方すらも分かんなくて、もう今日だからもう笑ってる、私なんかで笑ってた写真を今日載せましたツイッターに、4枚目にそうそう、あれはだから自然なショットですね、自撮りの中でも。そっか、明日の自撮りはないね。確かに明日だって何もしないから、明日メイクしないからね。今日撮った自撮りを送るしかない。あれさっき送った気がする、メールで。あれもう使い切ったかもしれないうん、今しとき。あ、確かに配信終わったら自撮りしましょう。ピンも見たいよいや別に、でもなんかやっぱね、すっぴん見るとなんか、あ、いや薄いなって思ったりするじゃない、やっぱ血色がとかやっぱメイクしてる時の方がいいかなと思っちゃって、だからできないの、うん、たまには、たまにはね。じゃあリップだけ濡らして。マジ口の色ない時多くて心配されるぐらい。そう、分かった。いや割とそうだから私の中でなんとなくメールの方が自撮りが多いんです、実は。そう、実はメールの方が多いです多分。うん、あんまり自撮り載せない、ツイッターにツーショットとかはあるけど、なんとなくなんでかっていう、なんでか、自撮り、そう自撮りを受け入れてくれるのはメールだって勝手になんか思って自撮りでもいいよって言ってもらえる気がして、そうなんか安心して送れる、安心して送れる場所なんか謎に、うん、
どこでも受け入れていく。うん、なんか安心しますけどね。なんか安心か、なんでだろう、うん、限られた人しか見れないし、見たいって思ってる人が見てくれてるっていう SNS っていう存在が私の中でやっぱそうさせてるのかもしれない。うん、そうね、メールってコンテンツはだから好きですけどね。はい、うん、755はどういう扱いですか。聞きます、それ。755はもう本当に本当にもしかしたら私の中でツイッターなのかもしれない。みんなのツイートまでの発信力、ツイッターまでの発信力というか、本当に独り言とか最近の使い方ね、最近の使い方はそう、うん、そう、あそこは本当にゆるっといくのが好きですね。うん、私はツイッターだと思ってやってる。うん。うん？755のヤジコメ見てる？って、見てる見てる。今日も見たよ。チェックしてるよ。うん。755がツイッターです。ツイッターはもうはやなんかお知らせごとに使ってることが多くて、私の場合使い方がお知らせ報告。今日どういう日だったとかの報告が多い。たまに昨日はだからツイートっていうツイート、いわゆるツイートつぶやきというのを発信したんですけど、そうそうそう、755はそう、755も好きです。ツイッターよりこう、まあ、安心する場所。そうそうそう、あれは大きいですね。はい、うん、ツイッターもでもはい頑張りますけど、ツイートし1ツイートできるようにしたいなって思ってますけど、多分あれ達成できてない気がする。1月あ意外とできてる、今んとこ今年1年だったら。ね、たまにツイートもしてみようと思います、つぶやきをしてみようと思います。うん、そう、インスタは写真です、ただのインスタはただの写真館だと思ってあげてる、いつも。あの記録みたいな、アルバムみたいな気持ちで載せてる。うん、そうそう、だからいっぱい写真を撮ってそこから選んで載せてます。で全部消すこと、最近消さなきゃと思って昔の消してますね、どんどん。そうなんかね、 それもね、みんな欲しいって言ってくれるのは嬉しいんだけど、画像そのボツになったやつとか、でもボツにはボツの理由があったりもして、そう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 、だから消させてもらってます。でもあ、この子、まあ、メールでなら載せるかってメールよって残してたりもするけど、たまに、うん、メールで行くかって、うん、白目のやつとか、あ、判明とかは結構ありますとか、ブレてるやつとか、うん、もう少しだからなんだろう、うん、見せられるレベルだったら他のとこに使ったりするんで、それは要チェックですね、要チェックや。うん、そうだからなんかあったら嫌だから写真残しちゃうの。そう、写真を持ってないとメールできないっていう、なんかなんとなくそれがあるから、写真撮っといちゃう癖がすごいあるんだと思う、消すに消せないというか。でも私どれ送ったか分かんなくなるのね、
どうしようっていつも思ってる。本当に使ったら消すの方がいいのかな。でメンバーとの写真あんま消したくないじゃない、思い出として。こっちもでもなんかちょっと寂しいな。だから自撮りを基本的に捨てれる自撮りはいらんって思って。メンバーと撮った写真はなんか2枚とか撮ったら1枚は撮っといたりする。うんねえ、時間があったらやりたいことリストの中にだから写真の整理ってのは常にある、うん、本当に。うんね、多分あるよね、私かぶったりしてることある気がするこれ載せたっけ載せてないっけって。あ、送信済みとか見てるんだけどね。そう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 、あーそう、ハート以外のさ機能ないのかな。そうなんかハートつける、使ったのにハートつけるってすごいいい案だなと思ったけど、違う使い方してて今その厳選した時のがハートだったりする。その本当にお気に入りな写真にいいねをしてたりする自分の中で、そういう使い方してるんです。だから別のさマーク欲しい。ハートの、そう、ハートのホルダーみたいな、星のホルダーみたいなあったらいいのにね。できないのかなぁ。ねぇ。ホルダーは作れるんだ、でも。あ、そういうこと？ホルダー作ったらって。なるほどね。それはいい案かもしれない。ね。そうしようかな。解決ですね、これも。すごい今日私のなんかちょっとした悩みを解決する回みたいなメール、ほぼメールのネタなんですけど、ありがとうございます。いいね、いい回だよ今んとこ明日のお休み、まあ、やることをやらなきゃって思ってることもあって、やらなきゃいけないこともやらないといけないから、果たして休みなのかわからないんですけど、やりたいこともでもあんまり、もう一回神社行きたいかな。でも神社行きたいけどどこ行こうなぁ。ねえ、そうめっちゃオフだ。そうめっちゃオフってなんかでも本当に何もしなくてもいいやって思ったりするしなきゃいけないことがあるからしなきゃいけないんですけど、そうです。いやこれは別に仕事とかじゃなくて自分の問題なんですよ。編集しちゃダメだよ、だって編集しそう、あと1本やんなきゃ今1本抱えてるから、それはやんなきゃだなと思うんだけど、何もしない日はちょっと落ち着かなかったりする。だからちょっと今日一日これでよかったのかなって思ったりはするから、なんかはしたいけど、お休み、そうでもお休みしないとなって、たまに体に不調くるんで私、あこれは疲れてるんだ自分ってそうね、なるから。確かに普通にぼーっとするのもありかもしれない、そろそろ。寝るだけは無理だけど、そう、何もしないをしようだって絶対あんまり嫌だって思うけど、本当はなんか、いやなんかそう体にいいことしたいけどね、マッサージとか行こうかしらっていう。あそう疲れを、そう自分で気づけない、そうなの。でも最近体が本当に痛いって時もあるけどそれで気づいたりする、あ私疲れてるわってこうそれで実感します。気力はねそんなに疲れることあんまりないんですけど、整体とか行かないの、行きたい行きたい、そういうことしたいな、いたわりたいあ明日チームフォーのラジオだって、あそうそうそう1月4日
4日です。皆さんラジオです。 FM で聞きましょうね。聞いてください。波動ナイト元気になるなるチーム4ラジオがあります。はい、ぜひ。ラジコでも聞けます。はい、全国で聞けましたから。うん、メールでも、そうなんです、実はもう収録は全部終わっちゃってるので、できたらハッシュタグ波動ナイトとかでつぶやいていただける、確か波動ナイトだったと思うそう、ツイートしてもらえたら覗きます、ツイート。うん、ぜひぜひ。うん、チーム4最高って言ってください強制いや、思ったら言ってください。うん、任せます。はい、ご褒美嬉しいね。そうだね、波動できてよかったね確かに明日告知しなきゃ。明日の告知、明日のツイートがもうバレちゃいましたね。それを載せることですが、うん、明日のメールの内容を見つかったくないって、確かに細かく、まあもう少し細かくね言います。確かに何かあったらね言うことある、はい、よろしくお願いします。確かに今ここで言えてよかった。生配信、明日ほら配信ないから明日配信ないからね、今言えてよかったです。うん、聞いてね明日マジでないから、うん、ね、今度の日曜は波動だっけ。だって日曜だったっけ。8日だよね、波動ですあれ波動だよね、8日。8日って日曜なん。日曜か、うん、ね、日曜です。そうだ、六本木アイドルフェスが7日。はい、7、8ですね。こんな感じ、7、8。うん、ねえ6日は行くよ。6日？6日 ?7 日じゃなくて6日は何かあったっけ。6日、いや6日は間違いや サンリオがあるんだ。あー、サンリオいないな、私じゃないか私じゃないわ、サンリオか、行ってらっしゃい。私いないです、すいません、サンリオ班じゃないですね、すいません、申し訳ない、それ申し訳ない、行きたかったサンリオ、いいな、楽しんで。うん、サンリオコラボ出ない現場じゃない、なるみ案件じゃないそう、サンリオ、そうだよね、そうそう、下尾はいるよ、下尾はいる、下尾がいることしか分かんない、サンリオ誰がいるかな、なぎちゃんもいるって、うん、あ、ゆりなもいるって、うん、だってサンリオ出る子は7日のイベントいないんじゃない、だからもしかしたらね、
う好きな子中心かな。私も好きだよまあそのメンバーに比べたら確かにジャンル違いかって言われたら確かにまあ否めないと言いますか、まあはい少年ね、ジャンプとコラボできたら最高ですけどもね。そうよ、うん、ジャンプフェスタ、ジャンプフェスタはもうお客さんとして行きたいからな。ゲストに呼ばれる、うわーすごいことですよ確かに。でももう見に行きたいからな、うんね、うん、ジャンプフェスタはね行った行った、あれ12月のやつだよね。今年は行ってないけど、行けなかったけど、でもなんか結構行けそうだったんですね、なんか時間的に。行きたかった、うん、マジそう、予約制だったのもあって行けなくて、一回並んだことある、リハの前に行って物販の列並んだ気がする。ぎょうちゃんとあやねちゃんと、ああだったかな、なんか行った時に、そうそうそう、あとセリカもいたかな、一面か、一面で行ったのかな、そうそうそう、行きたかったな、うん。そんでなんかね、ぎょうちゃんによろしくって言って帰った記憶ある、うん。ぎょうちゃんだけリハなくて、他3人全員リハでごめんって、でしかもすごいいいとこまで、なんかいいとこまで来てたの、もうすぐ帰る、これとこれとこれが欲しいって言ってぎょうちゃんにもう預けて一回託した記憶から、本当に助かった、大感謝よ、そう思ったらぎょうちゃん、うん。聞いたそれ本当、あ、ぎょうちゃんファンの方がいるねでしょ、マジ助かって、その時はありがとう、きょうちゃんありがとう、ね、大感謝よ優しい、本当にリハだって、ね、ま、なかったの本当、なんか 2,3 日くらい前まで急に入って抜けないといけなくなって、でも行きたくてジャンプでした全然回れないまま終わったんだよ、でもそうなのよ、助かりますね、うん。あ、今行ったらさらに楽しいだろうな、来年狙いたい、マジで来年何してるかな来年の17、18ぐらいだよね、いつも、てか第 3ぐらいの土日なんだよな、12月何日、土日、そうクリスマス前なんです大抵、クリスマスの時もあったっけな、来年じゃないか、もう今年か、今年、ごめんごめん、まだ開けてなかった気分が、今年今年、うん、何日何日事前だったらまた投げて、いやーちょっともう怖くて、だからそう予定立てられないんだよね、確かにそれだけはあるわ、全くもってダメってわけじゃないんですけどね、めっちゃ前もって言えば、そうそうそう、姉ちゃんの結婚式だってそうなんだけど、前もって言えば大丈夫なんだけど、なんとなくあるじゃない、それはね、結婚式レベルの話なのかって言われたらちょっとなーっていうのもあるけど、何日か知らない、誰かカレンダー見れる人います？みんなに聞く、クリスマスってか、まあ17、18だったよね、今年土日、そのぐらいの土日何日ですか、
あ、16、17。わあ、また絶妙なんだよな、いけるかいけないかわかんないよっていうね。あ、16、17なんだ、土日ね。行きたいね、行きたい行きたい行きたいよ。うん、まあ、とりあえずそうっすね、行けたら行きたいって思ってます。そう、お話し会があったら、そう、待って、それはなんかダメな気がするじゃん、それは違うじゃん、それは違うから、ちょっと、うん、そうならないようにしたいの私は。とにかくそうならないようにしたい。そう、さすがに仕事は優先よな。あ、でもたまにあるよね、12月2週連続とかね、そのクリスマス週とその前の週みたいな。お話し会やりそうだよね、本当に。私が幕張からやりたいもん、もう幕張。どこ、こっち側もさ、どこでもできたらいいのになってめっちゃ思う、みんなのこと見てたら。マージマージマージ。あー、確かにその頃、確かに1年後ぐらいじゃん、もうね、次の12月。確かにワンチャン忘れてた、対面になる可能性あるよね。確かに、そう、今まであった、私がまだジャンプハマる前とか、ハマってからもあったかな、お話し会の裏でジャンプフェスやってたりとかしてた、してた、そうそうそう。ああ、ワン、確かに。でもそう、ぶつかったらぶつかったでいけないんだよね、合間の休憩に行く無理でしょってなるじゃん、さすがに。あはうん、会場一緒だったら嬉しいけど行けないっての確定だからね、それはそれでっていう、その時間がないからね。ちょっと部数を減らして午後から参加にして、ちょっと午前中だけでも行くとか、そういうことしないとでいけないからな。話し会の話し会の部数をちょっとずらすかね、あとね。もう後半今2、3、5、6、7、8っていう、私お話し会してるんだけど、3、4、5、6、7、8、いや4、5、6、7、8、9までやれば今の部数だから4からにしてもらうってのもいいかもしれない。時間、今の時間で言うと、計算すると4、5、6、7、8、9、4、5、6、7、8、9、うん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 、いいね。そしたらそしたらいけるね。あー、いけるね。おもうまだ1年後のことなのよこれ。いけるかな。ぶっ通しでいけますかって。ああ、結構いける気がする。30分休憩できる、多分それだと。4、5、6、6と7の間に確か30分あるから、4、5、6、7、8、9。私それでもいいかも。逆にみんなっていつもさ、お話し会の時間帯って何で決めてるの？どこ行こうとか、まあ、全部の部行こうって、あの、来てくれてる方もいると思うんですけどね、何時台に行くのが好きなの？これずっと聞いてみたかった、そういえば。まああれか、これも人によるよねって思うんですけど、朝がいいです、もう昼がいいです、もう夜がいいです、もうなんか、うん、人、あー、でもやっぱそうだよね、8分夜、あ、でも意外と夜の方多いのかな、どうなんだろう、遅め昼とか。あ、朝一が好き、あ、朝やっぱ苦手な方多いですね。8分です、2部から。なるほどね、みんなやっぱ寝たいんだ朝。一緒じゃん。逆に朝がいいですって人はいるのかな、とっても
もうとっても前の方がいいですとか、あ、昼以降の方が好き。わかりやすい。待って、じゃあ私一部だって、一部ずらそうかな。ずらしたいな。でも今はもうずらせないので、2月まではもし次の時ありだな。時間考えようかな、考えるかな、変更できるならしちゃおうかな、どうしようかな。今のそう3部入りもいいなと思ってて3部から来るのも、うん、そしたら3、4、5、6、8、9とかかなね。あ、9とかもいいんだ。9が一番今遅いですよね。8時から9時とかね。まあでもあれだな、そうね、どうなるかわかんないから次まあ一応聞けてありがたいけど。なるほどね、なるほどね。それか私そう3もやりたくて、じゃあ2、3、4、2、3、4、5、6、7で終わってもいいなってめっちゃ思ってる。2、3、4、5、6、7、うん、休みがないんだ休みがないけど、休みがなくてもいい。2、3、4、5、6、7、うん、ぶっ通しフフフ2、3、4、2、3、4、5休んで6、7、8、あ、6、7、8でもいいのか。2、3、4、6、7、8、うん、なんかね感覚的にそう3部ぐらいはぶっ通せるんですよね。2、3、4、7、8、9は結構ね間空きすぎかも。それもう一回帰っちゃうかもってぐらい空いちゃうね。2、3、4、6、7、7、8、9、いや5、6でもさ、何2時間ぐらい、2時間半ぐらいになっちゃうんだよね。6の後に30分実は空いてるんで、うん、決めれるのか分かんないスケジュール決めれるか分かんないけど相談にはできるかもしれない、もしかしたら。うんね、いや、どの部が一番みんな好きなんだろうってのはすごい疑問だった。飽きすぎてもそうなのよ。そうなの、そうなのこちらの問題みたいなとこあるけど、うん、まあなんか夜が好きな方が多いんですねって知れました。なるほど奈々ちゃんに合わせるよ、優しい。はい、夜の配信だから夜派が多い説もあるよ確かにこの時間余裕で起きちゃってる人たちと会話してるだけだもんね、今この時間。ごめんごめん、そういう言い方して悪いけど、言い方考えず言うとそうだもん、ね、この時間全然起きてます、元気ですみたいな、ほぼサイクルが夜型な人との意見だからか。なるほどねごめん、本当になんか夜勤の人、夜勤ですっていつも配信見れないとか、夜勤って見れないのかなこの時間。そういつもなるちゃんがやってる時間に働いててみたいな言われたりするもん。私いつも10時以降に配信するから、そう私が結構めっちゃ元気みたいな時間ってさ、まあ12時過ぎてから結構元気だったりするんですけど、配信できない時間なんですよね、残念ながら。うん、
ごめん、でも本当に申し訳ない、朝が本当に できないんだ。うん無限の体力なの。うん、朝が弱い、めっちゃ朝弱い。弱いっていうか朝も別に喋れるんですけど、夜の方が達者です口が達者になりますこの時間ぐらい。そうそうそう。でも今日はちなみにライブ終わったしね、ライブ終わりだから余計に口が元気、よく喋ります。そういうこと。私が朝配信してたらイベントしてる時うん、まさにそう、たこ焼きの時はやりましたからね。そうそうそううん、ね、朝はね、うん、みんなもだってあれでしょ、休みの日ね、寝てるタイプでしょ、この夜型の皆さん。そこの夜型みんなも寝てるでしょ、大抵朝は。だって夜型だもんね。一緒一緒、それと一緒私もそうだよ。うん、そう、私はなんかしてる時の方、なんかした時の後の方が喋れる。それも検証済みだよね。うん、休みの日出かけるタイプ、私昔そうだった。うん、そう、どんどん外にも出なくなっちゃってるんだよな今。なんか用事とか予定とかないと外出なくなってるな。うん、散歩するには寂しそう。冬ってどうも動かなくなるよねまさに冬眠って感じの。はい、遊びに誘われたりしない、しないしないしないね、遊びに行かないですね。あ、遊びに行こうってリラと連絡取ってるけどマジ年末から連絡途絶えてるわ。連絡しなきゃ、遊びに行きたいの。そう会った、一件ありました、一件一件予定がありました一人が好きなの。うわー、そうね、うん、結構何でも確かにやれることは一人でやっちゃうとこあるからな。うん、なんかショッピングとか一緒に行くのも好きなんですけど、結構心許してないといけなくて、うん、そう、なんか私すごい悩むから、買うときドラッグストアの、まあ、わかり、あのコスメとか、うん、30分ぐらいいるんだよ本当に。だからなんか気が許せる、あ、多分待たせても怒んないなとか、気を使わせないなとかって思えないといけないかも。あんまりだから、あんまりだから、あんま本当にいかんかも。だから申し訳ないって感情になる。申し訳ないっていうよりは、一緒に選んでくれる方がありがたい。一緒に選んでくれたりとか、待つよとか、そう、申し訳ないって気持ちになっちゃう、うん、はい、あんま行かないです。ね、わかる、嬉しい。いや、一緒に遊びに行きたいなって思うメンバーはいるけど自分から誘
誘えなくて、そうなんですよね。言ってくれるのは嬉しいけどね。そうなの。ジジバルあるの？そうなんだ。あやみんがネギシ行きたいって言ってた。あやみんね、そう、元旦公演の時も言ってた。ご飯行きたいですって。え行ける時誘ってくださいって言われたの。どうしよう、行きたいなって思うんだけど誘い方わかんないしいつ行くって感じだし、予定合うのかもわかんないし、どうしよう。そうなの、そういう感じです嬉しいけどね、うん、誘われる方がよき。あ、そうね。そしたらなんか、あ、ありがとうってでもいつ行くってなるけど、うん、さ、そう、難しいよね、本当に難しい、うん、なんだかんだあんまご飯、そうだね、だから行ってないですね。そうですね、考えすぎちゃって。そうなんだよね。あやみに伝えときましたって。伝えなくていいよ、自分で言うから、自分で言う。でも言ったけどね、本人にも私腰が重いんだって最低。いやそうそうそう、いや行こうね、でも行こうねって言った。行こうね詐欺にならないように頑張ります。断ってるように思われるそうだよね。いや頑張ります、でも行きましょうなんかちょっと照れくさい感じしますよね、本当。はい。そうなのよ。うん。ちょっとね、そうなの。どうしよう。先輩できないんだよね、先輩っぽい先輩が。本当にできない。すごいなぁと思う、先輩っぽい先輩してる人はみんなすごい。本当すごい。私にはできない。誘う勇気ってすごいことだと思います確かに確かに私のこと誘うってすごいと思う自分でも思う。あ、すごいよね、確かに確かに。勇気ある後輩だ誘いづらそうだもんだって。うん、断られそうだもんってうん、確かに確かに。なんかエイトでご飯会とかが昔エイトでライブ終わりにみんなでご飯行きましょうとかも、なんか、いや帰りますって言ったことある。まあそういう時期だったってのもあるんですけどうん私以外みんな参加みたいなシーンもあって、ごめん、そういう時もあった。ほんとやば、勇者確かに。何もなんか、それすごいなと思う。私もそれはすごいなって思ういやでも私はその時本当に、まあ、自分の調子も悪かったりとか、気持ち的な問題とかもあるんですけど、って時もあるけど、なんかそうなの、一時自分の気持ち優先しすぎてもういけなかったそうなの、いけなかった時ある。そうだ、逆にすごいなって思う。でも行かなきゃかなと思ったけど、ちょっと負けましたね。うん、そうそうそう、
でもなんかそうなんです。だから人付き合い悪いねとかもしかしそう思われるかもしれない。でも私はポジティブに考えるなら意思がはっきりしてんなっていうことにしてます。思い方次第です。思い方次第本当にはっきりとしてますわ本当、うん、協調性ゼロってわけじゃないと思う。じゃなくてゼロすぎたら多分いられないんですけど、ここにそう意思必要なだけでしたから。そうそうそう思ってること意思がすごい、うん、本当になんか断れちゃうかも。ああ協調性ないって言われるんだろうけど、それをそれでまあそう思うならそう思えばいいんじゃないっていうひねくれ野郎なんで本当にすいませんっていう、はい、でそうなんです。いいふうに思う。うんうん、そうそう確かに乗り気だったらすごいやるだろうね。確かに店調べたりとかしそう。確かにやる気ある時のとない時の差がすごいね。やる気ある時っていうかやんなきゃって時はやるんですけど、そうそうそううん、確かにメンバーと言ったら距離縮まりそう。うん、うん、幹事を任せればいいのか。そうね、やらなきゃいけないってなったらやるしかないじゃあやります、じゃあやります、やりますってなっちゃう。ああ確かにね、やばい。ありがとう、なんかすごい優しい人が多いまあまあ昔の話ですから。はい、喋るのは好きです。でも人とそうそうそう喋るのは好き。大人数大人数でいるとなんかいろいろ気にしちゃうことが多いかもね。確かにご飯行くなら4人くらいがいいかもが好き。実際ちゃんと喋れるからみんなと、うん、そうそうそうそれはあるね、わかる。え嬉しい、わかる。だって嬉しいね。どこなん、どう喋どう言おうとかなんか変に考えてしまうんだけど、大人数ってありがとうございます。ね。5人はだって5人、まあ5人かな、4人なんか4人偶数が好きだな、うん、だから一面は4人って感じだった。私4人自分入れて4人だった。中学校とかもそうそうそう、うん、ね、地元のお友達もそうそうそう、そんな感じフフフ同じ何考えの方が多かったね。多いってことが分かりましたね、いいね、なるほど推しに似るのか、似てるから推しなのか。あー面白いその話。確かに似るのか。いやでもちょっとまあなんかあー分かるって共感はあるのかな。どこかそれやっぱあるんですかね。ねえ、どっちもあるよって、うん、なるほど。推しに似るって私は思ってたけど、似てるから推し、なるほどね。
そっちもあるか。そうか、なるほどね。すごい面白い。それはそれで、まあ似てる似てるとか、まあ似てないもあるか。なるほどね。好き、同じものを好きになったりするか。そういう話ばっか聞いてるとね。私で言うと、だからワンピースとかスラムダンクの話ここでやりすぎて影響で見てますって方とか生まれるもんね。だってそらそうだよね押し付けかのようにもずっと喋っちゃうから。そう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 、嬉しい。それは影響されて好き。まあそうね、うん、いや好きが増えたらいいなって思う。うん、どん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 私も広めていきたいもん。そういう気持ちで、そうそうそう、喋るもん、喋ってるつもりだもん。うん、スラムダンクは全然見ようと思いませんだって。え、見ようよ見ようよいや本当に一昔前の時代に生まれたかったってめっちゃ思う。そう、80何年とかに生まれたかった。私かも、もうちょっと下でもいいけど、うん、そう、昭和の時代に生まれたかった、生まれてみたかったなって思う思うね。ね、ちょっと憧れるよね。昔一時期そう憧れてた。ずっとなんか昔の見てた。レトロ感好き。あー、うん、好きです、好きです。その世代もなんかすごいよ、楽しそうだなーって。うん、どんなところが、なんか昔はこうだったんだよみたいなこと言ってる大人見ると思います昔はこうだったん、もっとこれがこうでね、こうだったのよって言ってるの見ると、あー、その世代気になるなめっちゃ思うあれ、そう、まあその時代時代の良さあるだろうけど、それ聞くとなんか、あ、まあきっと楽しかったんだろうなって基本的にそう言われたりすると、そうそうそう、確かに私もすでにある、まあ、小学校の頃とかの記憶だけど、私ももう平成の子なんで令和の子からしたら、わ、平成だって言われるのかもしれないねえ、うん、なるちゃんは Z 世代です。だって、何その Z 世代っていう、 Z はどこから来たの、 Z って、すごい気になってた。それ何の Z なんだろうね。そう、私は多分 Z 世代じゃないです。 Z 世代が何か分かってないけど、 Z 世代じゃないような気がしてるんですけどうん、ねえ、なんだかね、うん、二人はプリキュア世代Z って何、何の Z、 Z ってフィルムフィルム Z 絶対違うじゃん、それも。え、Z 世代って何？ Z 世代調べよう。終わりってこと？確かに Z ってもう最後じゃない？ Z ってね、え？どういうこと？みんな知らない？ Z 世代について調べてみるよ。
Z で検索しちゃった。はい、ウィキペディアあるよ。ウィキペディアあるんだけど。あ、なるほど。ミレニアル世代。生まれながらにしてデジタルネイティブである初の世代である。1990年代中盤から2000年代終盤または2010年代序盤までに生まれた世代のことであるらしい。ミレニアル世代。すごい難しい書き方しててちょっと読めない。読めない。ウィキペディア見て。すごいいろいろある。あ、でもなんかちょっと読めそうなとこは、ちょっと待って。なんか生まれた時点でインターネットが利用可能であったという意味でデジタルネイティブ世代として最初の世代。デジタル機器やインターネットが生まれた時から当たり前のように存在し、ウェブを日常風景の一部として感じ取り利用している世代。はあ、なるほど。またパソコンよりもスマートフォンを日常的に使いこなし生活の一部となっているスマホ世代でもある。Z 世代だ私。さらにビデオ通話などズームを多用することやらズーマーズとも呼ばれる。そうなん。ウケる。なるほど。へえ。なるほどね。ほう、なるほど。そう、ウィキペディアって便利だな。なるほど、そういうことなんだって。なんで Z かは書いてあるんだけど、すごいなんかなんだろう、難しすぎて読めなかったから自分で気になったこと。続きはウェブで。はい、まあ少しは勉強になったなら良かったです。ありがとう。 Z 要素はなんかあります。なんか本当に難しかった。なんていうの。昔のなんとかコンタラでみたいな。アメリカ合衆国、世界、なんか世界とかが出てくるからちょっと読むのやめちゃった。あ、ほら、 Y 世代から続く世代であることから XYZ は Y 世代。ちょっとよくわかんないのよ。見て、ウィキペディア見た方が早い、私の口説明よりも絶対に。はい、確かにね。なるほどね。まあなんかスマホをよくつうまくつスマホが日常的、スマホないと生きていけない人はみんな Z 世代ってこと。あとズームめっちゃ使う人はズーマーズってこと。なんか、そういうことなんかな。ってことです。名前はノリナとかあると思う。まあそれはそうだね、確かに。15分でも終わりだった今日。ウケる。いや私もでも小学校前半は、小学校後半から確かにもう携帯使ってたけど、前半は家電だったよ。家電派だったよ。電話して友達のお家に、何々ちゃんいますかって言って電話して遊んでた。代わってくださいって言って遊びの約束とかしてたよ。一応その時代もあったよ。キッズ携帯は持ってなかったね。一
番最初は iPhone4 とかで始まった小学校ぐらい、うん、だったかな。確かにそこからな。ガラケーも取ってないね。確かにガラケーだ。いやでもガラケーは知ってるし、あの親は使ってたよ。うん、そうそう、 iPhone4 が私の最初始まり。うん、でもそう、でもガラケーは憧れでした。なんとなくパチって開けるのがすごい好きで、壊れたガラケーをずっとおもちゃにして遊んでました。うん、ねえ。結構驚かれてる方多いですね。なるほど。うん、残念少女、確かに残念少女もね成立してないよね。そうなの、お母さんの携帯ってことよ、これは。残念少女の携帯は親の携帯ですってぐらいの、うん、なるほど。ね、一つ時代が分かりましたって。ジェネレーションギャップ、あ、なんか泣いたって、そんな本当、そっか、たまにだからそう、スタッフさんと喋ってて、え、それ知らないのってめっちゃ言われる。あと、え、それわかんない世代かみたいなこと確かに言われる。あ、すいませんって。っていうね。例えば難しい。なんか曲とか、結構あったりする曲、これわかんないとか。あとなんかテレビ番組とか、え、私たちの世代なんだろうね、テレビ、ピラメキーノとか見てたよね。あ、ヘキサゴン、わかります、わかります、わかります。あー、IQ サプリとかめっちゃわかる、見てた見てた、意味わかんないけど見てたね。あー、ハネルの扉とか、あー懐かしい、それだ、それ小学校ぐらいだよ、だから全部、うん、稲妻イレブン、稲妻イレブンは小4って感じ。もやっともやっと、あ、そう、おじいちゃんとかおばあちゃん家で見てた IQ サプリだっけ、合ってる、うん、うん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 、そこはね、地味に覚えてるよ。うん、分かんないやつは分かんないけど、うん、あと10分ぐらいか。トリビアの、なん、分かんない、トリビアってやつ分かんないかも。すごいみんな楽しそう、すごい生き生きしてるコメント欄が。エンタの神様は知ってるよ、知ってる。エンタの神様はちょっとわかる、わかる、芸人さんがレッドカーペットん芸をいっぱい披露して幕が閉じて続いてはみたいな、なんか結構ね紹介してくれるよね、声がいい声されてたよね、それだよね。お、うん、レッドカーペットってのもあったよね、なんか聞いたことある、なんだっけ、説明できないけどある、お笑い番組でしたっけ。あ、あれはザ・イロモネア、イロモネアだったっけ、イロ笑わないやつ , 笑わないやつ、
全然笑わないじゃんっていう人を見るのが楽しかった、あれ、うん、あれめっちゃ好きだった、笑わなすぎて。でもなんかあんまりさ、芸人さんのネタもこう本なんか理解できてないこととかの方が多いじゃないですか、子どもの頃って。今見たら絶対おもろいよなって思います、その時代のテレビっていうか、そのネタとか今は結構だから笑ったりするじゃない。昔だからなんかお笑い番組見ててもやっぱ分かりやすい方が笑えてたなって思って。そうそんなの関係ね、確かに。そう分かりやすいのがね。あ、バカ殿ね、バカ殿も見てた。なるほど。懐かしい話も最後に入れて。すごい、みんないっぱい質問してくるじゃん。年代の話。ねえ、ちょっと分かんないやつとかもあるんですけど、頑張って答えて。分かるやつを喋ってくよ。あ、でもそんな感じよ。この2時間今年一充実してたわ、やばい。まだ3日だけど、まあ3日のうちの2時間でもまあ嬉しい、そういうギリいいことだよね。もう3日経ってるから、2020今年一3日でしょ、72時間中の2時間でしょ。よかったよかった。暫定1位。よかった。嬉しい。暫定1位ありがとうございます。みんなの72時間のうちの2時間をこの私の雑談配信に割いていただいて、楽しかったのならそれでよかったです。明日は配信しないんですけど。ありがとうございます、ね、いっぱい喋ったね今日も。よく喋りました。今日なんかカラオケしようかなって思ってたんですけど、カラオケもできないぐらい喋ってましたね。楽しくてタイミングが見つからなかったので、またいつか、はい、できたらやりたいなと思います。はい。悩み解決、そうだね、解決できたんで楽しかったよ今日の配信も。ランキング読みますか、そろそろ読みますね。13位ゆか、アットマーク、今日も京都でなるちゃんが可愛すぎ。ありがとう。12位れいな、ありがとう。11位久しぶりに見たら、何なんだよ久しぶりに見たら、タップしたら焼き鳥先生って正体がバレました。ありがとう。10位エビちゃん、ありがとう。9位ほのかとマーク、初フェスだったな今日、ありがとう、嬉しい、来てたね、見つけたよ。おいあれ待って、変わったやないかい。11位エビちゃん、ありがとう。で8位エムタカットマーク、 NPP セトリエモくてよかった、いいセトリ、楽しかったね今日。一番楽しかったのなんだろう、 NPP のことあんま触れなかったね。7位トウヤ、ありがとう。6位 TK トンからアットマークタイ、コプンカー。5位幸いアットマーク NPP 輝いてました、ありがとう。4位ケンケンアットマーク、なるちゃんの影響を 100% 受けてる人。本当そんな受けてる。3位
はじめとマーク、サル年生まれのメリークリスマスイブイブ ×357 うるさ、クリスマス大好きマンになってるやん、サル年なんだねいいな。2、笑顔になるならヤマピョン、ありがとう。そして1、タタ、ありがとうございました。はい、フェス今日の NPP 何が楽しかったかな。まあでも47がフルでやったんですよね。それはなんか良かったですね。が好きでした私は。フルでやるんだっていう会場の雰囲気がもう最高でした。最高だったね。あれ2番来たなって時の会場のちょっとドヨってなる感じがね、あれがねってなるんです、あれね。そうそうそう、思わぬところでみたいな感じ、皆さんの。そう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 、47リピートしてたって嬉しいね。うん、そういうの感じるんだね。あ、感じますよ。皆さんとっても分かりやすかったです。今日の会場の皆様とっても分かりやすかったです。あー、この曲が好きなのね、あー、この曲はうん、そうでもないのかしら、あー、この曲は好きなのねと、もう一曲一曲分かりやすい、態度を示してくださっていいんですよ、いいんです、いいです、分かりやすかった、分かりやすいなーっていう感想でしかないから、あの、それだけだから、それ以上何もない、それだけ、へーってなるだけだから、うん、感じます。あ、嬉しいのかなとか、そうそうそうまあでもあの、その正直な気持ちっていうのは大事ですこっちも楽しんでます、だから楽しんでます、そのなるほどっていうなるほど、はい、明日は、はい、もう終わりますね、配信も。もう切れるの待つスタイルでいつも通りやらせてもらってますけど、はい、明日はオフなんで配信はないんですけども、また今月またどこかで配信しようとは思いますので、皆様今日もありがとうございました。つなるだってよ、つなる、ありがとう、ありがとう、聞いてくれて。みんなも寝てね、はいバイバーイ。あ、そうね、今日はたくさん相談乗ってくれてありがとう。うん、チュキチありがとう、おやすみ、バイバーイ。